よし、始まりました。スタディオバレー、パート20実況プレイやっていきたいと思います。アレイさん、こんばんは。どうも、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 どうも。ってことで、さあ、まあ、目の前の野菜を収穫していこう。一旦ね。行こう。いいやった。頑張れ。ありがとう。変な負けで。どうした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 あれれ何何何何かありました何かありましたかベリーベリークランベリーえい何もないどういうことどういうことということって感じだけど、まあ、いっか。てなわけで、全部入れて、おじ疲れてませんか？疲れてないよん。ぶっちゃけ多分ゲームで疲れることあんまないかな。多分疲れたと思うときって、多分だけど、もう本当にゲーム飽きてるときかな。ゲーム飽きてるときってマジで飽きるんだよな、速攻で。本当にあと疲れる。めっちゃ。めちゃくちゃ疲れた感覚になる。餌が。ないじゃん。サイロ欲しいな、本当に。あまりゲームしないでください。なんでなんでなんでだよ俺からゲームを取らないでくれ俺からゲーム取られちゃったら何もないよあ、休息も大事ねいや、大丈夫休息はしてるよ結構。だいぶ休息してる方だと思うけど。いや、俺ずっと配信してたいもん、本当は。え、マジでさ、ゲーム自体がさ、ずっとやってたい人間なんだよ。まあだけど、うちの、まあまあ生活面とかもあるからね。さすがにちょっと、ずっとはできないかもし、できないけど、だけどずっとしていたいぐらいなんだけどね。いやほら、やっぱりさ、ずっとしてた方がさ、みんな見やすいでしょうよ。あら、なんかリアルタイムで見たいっていう人もいるし、何、スタディオ祭りが始まりました。そうだ、そんなのあったわ。いや、持っていくか。これ持ってこうぜ、スタディオバレー祭り。あれ1,2,3,4,5,6,7,9個だっけ ?9 個だったよね。まあまあまあ、休息も大事なのはね、わかるけど、まあ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 って感じ。いやー、だって、最近、王子ちょっと いっぱいすぎるよ。そんな？俺そんなやってないけどな。最近の方がやってないよ、全然。トークンを商品買いますか？トークン俺持ってる、まず。トークン持ってなくね。何言ってんの？スタードロップっていいんやん。レアなかかし。あれ、これ持ってたな。あー。まあいいや。展示品だけ置くか。ほい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 。レアな魚しか持ってきないぞ。真面目に。レアな魚だけだ、ほら。見てみろ、お前。他のやつらより異色だろ。嘘つき。え、そう？なんか全然やってないけどな。こんなやってるか？買う。どうしよう。どうしようかな。いや、こんな使ったらやばいな。さすがに。何個にしようかな、最初。まあ、60にしとくか。はい、60。決定。で、まとわってゲーム最初やろう。プレイ。割って。あ、やばい。よしよしよし。あ
やべえ。エイム力がない。ちょっと、割れた。よしよしよし、エイムうまいな。エイムうまくないだろう。あちょっと精度 80% だったぞ。いや全然じゃん。 106？ もうスタートークン90個もらえた。ラッキー。さ、おいやめろ草とか言うな。ちょっと待って、こいつ魚フィッシュだよな。よしよし、50。俺魚釣りはねマジで得意よ。俺魚釣りどんだけやってるか、本当に魚釣りめちゃくちゃやってる人間よ。こっちとら魚釣りめちゃくちゃやってる人間がそんな失敗するわけないやろ。ここいけすだよな多分。おい、ほらほらほら、絶対失敗はない。うん、でもパーフェクト。これチャージしない方。え、なにこいつ、なんか動きが怪しくね。え、なんかこいつちょっと動き違うぞいつもと。あ、なんか違うの、チャブみたいなの言ってたな。チェブかチャブみたいな名前のやつ。うん、こいつはゆっくりだな。おお、ブルーギルだろこいつも。あ、やっぱりだ。釣れない気。よし、オッケー。おお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 、釣れ、おおおおお。あ、違うやつ釣れたの。釣れなくなって急に。おお、釣れた。おお、はい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 。はい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 、あと4秒。125ポイントしかない。ごめんな。お、468。468個。おい、じゃあ魚を食べると頭が良くなる。懐かしいな本当にそれ。今トークン何も持ってる。600ね。はい、200。大勝ちしたわ。グリーンにもう一回かけようぜ。これも、600。わかるか。わかるよ。日本だとめちゃくちゃ有名。あ、オレンジ臭くね。あ、グリーンじゃん。へい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 。へい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 。お前舐めてんな。これグリーンだけだろ多分これ。グリーンだけだろこれ。絶対に。これボロ勝ちできてくれ。グリーンだけじゃないこれ。あっ、あ、オレンジかこれ。ちくしょう。いや、グリーンだろ今回は。グリーンだろ。え、これオレンジ臭くね。あ、オレンジ臭え。やばいやばいやばい、いっぱい負けてるよ。いや、今度こそグリーン。全額かけます。あ、わかったわかった。いや、これわかったわ。ちょっと待って。あ、わかったわかった。これなんかね、ちょっと待ってね。これさ、多分だけど、これ多分だよ、
2回連続なると思う。あ、やっぱそうだ。あ、やっぱそうだ、やっぱそうだ、やっぱそうだ。やっぱそうだ、これ。で、次オレンジだよ。次オレンジ。確定オレンジ。2000かけます。イエス。やったー、やったー、近かった。グリーン、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 全部かけます、全部ベットします。さあ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 、グリーン、グリーン来てくれ、グリーン。あ、グリーン、グリーン。さすがにオレンジくるくね。いや、まあグリーンにかけましょう、グリーンにかけましょうよ、やっぱ。あ、待って、やばいか、やばいか、ちょっと。おお、グリーン。おじ、どうしよう、今拙者ちょっと眠たい、ちょっとね。いいよ、大丈夫だよ、アーカイブはね残るから大丈夫、大丈夫、見てって、アーカイブ残るから、そっち見てっていいよん。大丈夫、眠たい時は寝な、眠たい時寝るのが一番ええよ。何これ、何これ、近づけないんだけど。あれか、さっき俺ズルみたいな貸し方したからか。これズルみたいな貸し方したからか。寝ていいよん。眠たい時にね寝た方が絶対いい。人間ってそうなんだよ。この弱い、弱いし、豆が最初に休むことができますか。弱いし豆が最初に休むことができますか。できます、大丈夫です、僕は許します。あー、バカバカバカ。あれよ、最初にもう寝るんだったらあれよ。いろんな人に俺のこと勧めて。そしたらもう寝ていいよ。まあしなくてもいいけど、しなくてもいいけどね。寝な、眠たいんだったら寝た方が絶対いいよ。人間って本当に眠たい時に寝た方が絶対いいんだよ、体的な問題的にね。はあはあ。頑張って、寝ていいからね。アーカイブ進めて、いっぱいいろんな人に。人気ねえやついるんだけどっつって、ここに行ってみっつって、コメント多分読んでくれるぜって。だけどその配信者英語弱者だなって、英語弱々だから日本語で、日本語で書いてあげなって。簡単な英語だったら読んでくれるよって。簡単なものしか読めないからな、本当に。中学生英語。おやすみ、おやすみ、ゆっくり寝な、明日元気にな。バカバカ、間違った。
なね、バイバイ、ほなね。魚のマークつけられてる。ほなね。ダメか。ダメか。お、123。おお。あ、これがついたからあんまり良くない。僕2000か。なんか買うか。はい。何買おう。あ、あんまねえな。スタードロップ買うか。スタードロップを見つけた。自分の大好物のことで頭がいっぱいになった。ゲーム。ゲーム。おい、ゲームがそんな、まあゲーム好きだけど、好きだけど、好きだけどよ。何このピエロ。おいピエロ、本当に素敵な王冠を作るはずだったの。でも、あー、逃しちゃったのね。これなんか売ってんの？今日一応売ってるわけじゃないのか。ビンタは剣は年々、あー、鋭さ増しているの。えー、あ、そういえば前占ってもらったけど、そういえば占いしてみよう。そうですね、あなたが部屋にいて男性と話している姿が見えます。おお、これはガスさんですね。あなたととても親しいそうです。年をとって、夕暮れ時に街を歩くあなたの姿が見えます。窓のそばで足を止め、その向こうで家族が夕食を食べているのを眺めています。あなたは頭をかしげて、かしげてから、何、深淵へと急ぐように歩いていきます。水晶玉が新しいものを映し出しました。あら、あなたは何か恐るべきものと戦っているようですね。ですが、あなたはその闇の存在と戦う覚悟はできているみたいです。ああ、水晶玉の輝きが失われました。若者よ、私は見られるのはここまでです。未来は完全に決まったわけではないことを心に留めておくのです。あなたがそんなを望めば、今私が伝えた未来を変えることはできるのです。ごきげんよう。ありがとうございます。占ってくれて。感謝します。あ、明日行けるわけじゃないんだ。下水道とか行けない、これ行けないね。なんか買えるとこないかな。あー、それバーがあったわ。うめえ。ガス、ガスからソースのレシピを聞き出そうとしているんだけど、さすが、さすが彼口は固いよ。当たり前だろ、秘伝レシピだろこれ絶対。うん、このバーベキューソースものすごい美味しい。おっと、食べるときは私の特製秘密、ね、秘密のソースをつけておくれよ。あー、これめちゃくちゃもらいたいけどな、バーガーだけは。いや、なんかおかしい。ラグマット、もういいや。あ、パーフェクト。お、それが見たかった。スタートークンあげよう。パーフェクト。マンモス、ブルドーザー、ゴリラ、
おお、それが見なかったの。スタートくんあげよう。ああ。おお。これマジでボロカスにできるやん。あー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 、遅かったよ。あー、ミスった。おー、これやめよう。あれ、終わらすときってどこだっけ。あー、この人に書けんだ。おや、町内品評会の準備はもうできたかね。うん、できてるよ。あ、これ俺が邪魔してることなのか。ふむふむふむ。どうですかこれ。どこの先が分からないけど。俺のどうですかこれ。一番いいでしょ。これ全部紫とか金ですよ。おー、いいですね。邪魔ですか、すいません。いやー、お前はちょっと向いてないね、君。ちょっと向いてないね、ちょっと。あー、ちょっとごめんごめんごめん。後押ししちゃいましたよ。村長。村長、大丈夫。レッスン中に結構聞きましょう。結果おめでとう。96点で君が1位だ。商品としてスタートークン1000個送ろう。あ、それと展示したものを片付けておくのを忘れないように。1000個もらったから、なんか買うか。買っとくか。レアなかかし、これ持ってるから皆さんに帽子買うか。あとなんだろうな。コーヒー、うん、まあね、ドライフラワー買おうか。オッケー、じゃねー。はい、まず待ってこよう。にマスター隊のやつ入れ、よし、で、出た出た出た。で、これバイバルバーガー。ああ、そういうこと。おい、サバイバルバーガー食ったからあれだ、火切ってこよう。火切ってこよう、サバイバルバーガー。消えるでしょ、公開時間。
いいや。ね、寝たら消えるかな。寝たら消えそうだけど、まあいいや。寝よ。はい。おー、作物。いいね。17日。言えたわ。木こりのやつ。あ、作物結構。130。本当にあれやん。あ、できたやん。この何もしようか。もうさくあーできてるー。ふいふい。おー、ようやくできてる。さつまいも、さつまいも、金13個じゃん。こうなってんだな。よしよし。よしよしよし。よしよし。よしよしよし。いっぱい取れてる、いっぱい取れてる。よし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 。どうかなと思ってんだよな。これ売るかどうか迷うんだよな。売らない方がいい気がするんだよな。これは野菜え、おい、あーもう一個ぐらい置くか。 OK、 あとは売ろう。あといらないもんね。はい。あれってことはさつまいも1個持ってくか。あ、そうか、違うわ。秋のバンドルでさつまいも、さつまいもだけ置いてこよう。だけ置いてくるか、さすがに。待って、なんかミミズがうようよしてる。ここだけ持ってこう。マジでクワって何に使うかわかんないん。これさ、このうにょうにょしてるやつって何なんだろうな、本当に。銅鉱石だ。なんだ、一番よくわかんないのがゲットしたぞ今。お、折ってきた。折ってくんの。
ヘーゼルナッツ折ってくるんだ。知らんかった。意外に知らんかった。なんかうにょうにょしてるやつある？ないな。これで秋のバンドルが終わるね。よし、ギフトセットコンプリート。蜂の巣だ。外に設置しておくと美味しい蜂蜜が取れるね。大きな卵5個だから 1,2,3,4、 いや酪農しないとね。ユンタに届けてくるか。これもうね、てか、これ、ぶっちゃけさ、この子ねさ、遺体じゃないの？大丈夫？これ、遺体じゃないの？大丈夫なの？これは。これは大丈夫なやつ？本当に。本当に大丈夫なやつ？あ、なんか、あるじゃん、掲示板。なんだろう。ご機嫌いかがですか。今度の売り出しで品質のいい野菜を販売しようと考えているんです。少しプレミア価格でゴールド評価の野菜を25個、安く仕入れてくれませんか。くれる方いませんか。よう、肉を美味しい、虫の肉を探してるんだ。ジューシーな方がいい。それがカニの好みらしい。100個あればいいだろう。しょうがねえな。ゲストやるか、虫をやるか。虫浅い海藻にいるよね確か。やばい、虫よりめんどくさいかも。ほらよ、全部埋まったぞ。ここなんかくれる。お、レオのココシ。おお、レオのココシオン。あ、待って、帰るんだったらこっちいいや。帰ろ。バス停。ちょ、蜂の巣どこに置こうか。蜂の巣どうしよう。もう分かりやすいようにここにしよっか。蜂の巣分かりやすいでしょ、ここが。だって一応寝るときとか見るしね。見れなくなっちゃうからな。キモいなこれ。だってさすがにやだ。ないこと置いてあんのはちょっとやだ。門番にさせとくか。てか待って、キラさんのいい。これ、ちょっと止めない。
ゆえー、なんだあれ大丈夫大丈夫、許してくれるだろう、キラさんだったら。嬉しがるだろ、キラさんだったら。あれ、キラさんの入れて、ワンチャン欲しいかもしんねえからね、入れとこう。ハマな、これいらないよな、いらない。よし、これで一旦洞窟行ってきよう。洞窟洞窟、虫を取るのに洞窟洞窟ってね。虫ってどこにいるんだろう。ユッカイソとかいるくね。あ、いない、あ、いない、あ、いるじゃん。あ、やべ、下の階層行くためのやつが。行くじゃん。ここはあれだよな、多分。やっぱこいつ出るってことは、あ、そうだ。ここあれじゃん、モンスターゾーンじゃん。こいつ、あれ、こいつらからも出たはずなんだけど、出ねえか。あれ、虫そんないないもんだっけ。え、違くね、なんかそんないないもんだったっけ。違うだろう、もうちょっと痛くね。いるじゃん、いるじゃん、虫。あ、全然、あれだな。これ、石よりめんどくさいかもしんない。石よりめんどくさいかもな。石は掘るだけでよかったけど下の階層まで行くの、あー、あれどこだっけ、何階層だっけ、こういう虫いたの。いっぱいいたんだよな。もごもごもごって出てこない。あー、こいつらこいつら、欲しい。こい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 。いっぱいこい、いっぱいこい、いっぱいこい。くくく。くくくく。もういいのいいのいいの。もっともっと。ああ。終わっちゃう終わっちゃう。え、いっぱいこい、いっぱいこい。いっぱいこい、いっぱいこい。いっぱい来い、いっぱい来い。あー、もっと来てほしかった。てか、待って、あ、下の階層出た。終わった、めっちゃ早く出た。あ、なんだこれ、普通金。あ、おい、いらねって、いらねって。
もういらないいらないいらないそれは。使ってるのが一番いいからな。多分。普通に今使ってるのが一番いいだろ。なんもねえな。待って、これ出たけど、ちょっとこっちの方ってさ、いた？虫。いない？ね、よし、虫があんまりでん。あのモコモコモコモっていうのも確か虫のやつ落とした気がするんだよな。あ、虫いるじゃん。あー、ちょっと待って、よしよしよし、虫虫虫虫虫虫、よしよしよし、オッケー、虫いっぱいいるくね。なんか虫、おー、いっぱいいんじゃん。せえな、いっぱいありすぎ。オッケー。え、またき、いらない。いらねえ。指輪系いらないんだよな、ここの低い階層のやつは。ちょっと違う違う。やば、虫が、虫を借りたいんじゃこっちは。いっぱいいる。オッケーオッケー。あ、11時じゃん。やばいやばいやばい。いっぱい取れる。虫虫虫虫、いっぱい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 。よしよ、来い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 。頼む、来てくれ、もっと来てくれ。頼む頼む、時間を潰してでもいい。やばい時間、もうやばい時間、もうやばい時間、だいぶやばい時間です。どこだっけ。あっち、やばい。いや、2時だからな。やばい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 、バステバステバステ。今1時20分、1時20分、今1時20分。あ、まあまあ、間に合う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 間に合ったー、間に合ったな。よかった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 、間に合った間に合った。作物61個、なんか育ってるな。なんか育ってるわ。ちょっと待ってね、粉だけ入れて。米
飯し、し、うん。からこれ結構お金貯まるからな、本当にこれ売ってるだけでも。ぶっちゃけ元ね、もう超えてるんじゃない購入した金額。これら購入した金額もう大幅に上回ってるでしょ。収穫してるしな。これでぶっちゃけ結構な金なってるから、でまあまあいいでしょ。で鶏は大丈夫？なんかさ、ハートマーク失ってるやついいんだよね。なんだろう、俺愛情注いでんだけどな。愛情は注いでる方だと思うんだけど。あんまり愛情注いでないと思われてるかな。ごめんよ。愛情は注いでるんだ、これでも。なんか真ん中だよね。食べないよ。冒険に出発だ。人生は冒険や。これなんかすげえ光ってね。あと40個。いやだけど1日で60何個でしょ。結構いい成績じゃん。忘れちゃった、何回差だったっけ。何回差いくか。ここじゃないって分かるわ。返す。あれか、掘らないとダメないやつか。早く見つかってくれ。見つかった。敵いなくね。右の方にあるね。
オッケー。あんまねえな。あ、てかここにいたわ。よしよし。虫結構揃うぞ。これ、あ、結構、あ、早いかもな。なんだお前。しょ。虫いないな。ライムはいるわ。ジオードか。うん、ないな。なんかこっち広。結構広いやん。なんかいる？モンスター。ああ。これあれか、これゾーンか。ぶっちゃけ別にいいんだな。行くか。道がないパティーね。本当はぶっちゃけ階段で行けばいいんだけどね。あの石いっぱいあったし、俺。おおお。来んねえかな。グググググみたいな。寝ようか。え、てか。え、タワー道。どんぐらい？あと5個か。グググググググってやつ。出んのかーい。3個ぐらいか。あと2個か。2個なんだよな。出んのか。さあ、ここにあるやつさ、なんで取れへんの。これさ、鉄鉱石じゃねえや。絶対石炭やろ、これ。頼むよ。取らせてくれよ。なんかあんのかな、設定でなんかこういうのがあるときはどうのこうのみたいな。ないときあるもんね、普通に。来た来た来た。お前。大森並みに嬉しいぞ。大森並みに嬉しくはないか。いっぱいいるじゃん。終わったな。どこ？ウィリーの家の近くの樽の、ああ。ウィリーってあれだっけ？海の人だっけ？ああ、超大丈夫だった。うねえ。もうちょっと取っていくか。何か。トギーっていうのをなんか倒したわ。ライム。バージョン。
とあそこ行こう。じゃあ冒険者ギルド、ヘルメット、ヘルメットか。これ絶対にね、防御力こういうのあってほしいんだけど俺。いや、罵声じゃない、なんたん、ウィリーってあれだよね、海のやつだよね。やべえ、持ってくの忘れた。肉肉100個必要なのに持ってくの忘れたよ。いや、ちょうどいいや、肉100個。まあね、ここら辺のやつ置いてくるか。結構発展しろね。ベリーボムこっち。でだ、ここにディオードとか。であれいたら、なんかミミズっぽいようなやつがいたらこれで掘ろう。海の方ってさ、確かさ結構いたんだよね、ウニョニョニョってやつ。ここにもいるじゃん、やば。秋風だ、寒いなってか。ニョニョってしてるやつほらいるんだよね。なんだっけ、ウィリってどこだっけ。あー、ここだ。額だ。団子、団子、団子、ウニ、団子、サンゴね、結構なんかいろいろ使ってたから使えそうだから取ってていいね。ここのも取りに来たというね。よかった、よかった、よかった。ちょうどいいぐらいの量だった。さあ戻りますよーん。ダーボンさん、トドリアさん。
戻りますよ、ザーボンさん、タドリアさん。あのこいつ長なっけ、バイキマンか。片付けるか。ここ明るいよね、本当に異常な明るさだよな。ヒイラギって花どこか。ああ、ここ食材。あっとこれか。新聞紙、これは新聞紙。これはちょっとわかんないね。わかめ、海藻か。わかめじゃねえや。海藻は家の冷蔵庫の中かな。帽子はこんなか。おしゃれ帽子と指輪ね。これら。重さだそこでちょっとだけスピードブーストがつく。これ残す意味はないんだけどね。残してた方がまあまあちょっと面白そうかなって。やっぱ売れるよねー。じゃあ、あ、メール来てる。なんだろう。お願い、誰か電池を一つだけ分けてくれない？うちのテレビリモコンの電池が切れてしまってね、チャンネル変えるのにいちいち、あ、まあいいよ。ハムってどこ？ハムって誰だ？だってパムってどんなに、どんな人だっけ。パム、あーこいつか。ちなみなんかおばちゃんみたいな感じだけどな。パムか。どこ、どこの家の人、どこの家の子パムって。パムってどこの家の子ですか。ジョーディ、ケント、サム、エミリー、ヘンリー、いや、マニー、じゃあ、チョウチョウか。バンバン、ジョージ、エブリン、アレックス。どこの家の人？どこの家の人なの？ここハテナハテナなんだ。意外も孤独な石？何これ、これ初めて見たぞ今。例えばこれ8。住みついてる。住みついてないよね。どうしようかな、木こりするか。何の家わかんねえし。多分どっかいる、いるだろう。多分解けば
だよ。適当なんだよな。住民のやつだけはなんかワンチャンなんかクエストになるから、それのやつでさ、俺なんかあいつから金だけもらっただけ、金だけもらっただけっぽいな。なんかゲットできんのかなと思ったけどできなかったっぽいな。これ収めて電池コア入れたらマジで怖いんだけど。これなんか農業してた感がある、形跡があるね。こういうなんかね、雑草あるとさ、マジでなんか風化するんだよね。なんか家のなんか場所が、なんか物、家の周りに置いてあるものが風化しちゃうんだよね。なぜかわかんねえけど、なんでって感じだけどね。一応風化って何って感じだけど、まず風化なんでするん。え、マニーの家の人じゃないよね。マーニーか。あ、9時オープンか。9時オープンかーい。集めるか。これってまだレベル9だもんね。これレベル9ってやばいだろ。もう結構俺。いい。マジでこう。ああ、いや結構増えるな。1個から20個くらいゲットしてるな。木材って結構足りるよな。もう結構切ってるしな、木材。どうしよっかな。フルーツ系の木も植えたいなって思ってるんだけど、だけどなんだよな。いらねー、いらねー。ある、あ、骨か、骨ね、これ絶対遺体じゃないよな。大丈夫大丈夫、遺体の骨とかじゃないよね。怖いんだけど、土掘ってねえ、そんな出てくるってちょ怖くない？ちょ怖ない？普通に、え、普通にワンチャンしたいかもしれないんでしょ。怖ない？本当に怖いやろ。絶対に絶対に怖いって。こんなのやばいやつしかないやろ。させんでくれ。もうなんもねえな。どうしようかな。釣りするか。お互いキャッチャーめちゃくちゃ作ったしな、前。ちょっと待って、木切ってみましょう。まだあるわ、それは。上。いや、ねえよな。はい、来た。
これめちゃくちゃ体力回復する機能です。あのここに拾ったやつめちゃくちゃ体力回復します。フレームは開かなくなったの？どうした？オガニーってなんだ？フレームマジで開かなく…あ、いるな。でもいたわ、やっぱいたわ。うわ、いるわ。っぽいね。3食らったんだけど、えげつないな、ダメージ。なんか売ってる？パイク、クラムチャード、ハリセンボン。アマースパングル。待って、ファイク買ってみようか。ファイク、さあてどういくかと思ったけど、いろ、パム見つけないとダメだ。そういえばパム見つけるか。てかもう少しで冬だからさ、あれ買っとくか。よし、火。あ？え、ちょ、え？ああ、そっか。俺まだ行けたわ。そうだそうだ、こっちに置けるんだ。だ、星草買っとくか。値上げされても困るから。うん、なんか。買う？これ。動物から毎朝自動で収集できる牛、羊、ヤギに使用できる。あ、待って、パムってここの家の人ですか？マニーだよね。あ、チェーン、いや、勝ってる。これ村長のパンツなんだよな。まだ友達でもないのにマニー寝るか。お前これあげる。マジじゃないね。あ、マジ。ちょ、マニーに後でプレゼンするか。え？ちょ、金髪の女探せ。金髪の女。金髪の女、いるか？金髪の女いるか？金髪の、金髪の探せ。金髪の女。やばい、びっくりした。人気な。なあ、こいつ、こいつ18なの本当に。18なのこいつ。え、
だいぶよ。大丈夫？だいぶよ。だいぶやったよ。結構。結構の年齢層だったよ、あれ。やっぱそうだよな。やっぱそうだよな。俺、若く見えなかったんだよね、最初。18近くやったよ。嘘だよ、これ、絶対に。ほら。あ、違う、18春って書いてあるだけか。びっくりした。18歳かと思った。やめてほしい。何この人の名前なんだっけ？キャロラインか。キャロラインか。なんもないっす。よし。どうってんの？何あるかわかんねえしな。これ持ってんじゃん。持ってんの。まず木だな。刃物。アイク、魚さ。待って、そういえば、さっきさ、ハリセンボン売ってたけど、ハリセンボン買えばよか、買うわ。買ってこよう。あの女の人いるかな？夜だとやってないってことないよね。あ、夜だってやってないことあるか、さすがに。なんか欲しいのあるかな？ないな。あ、手振ってくれてるわ。やったねーって。水の音聞こえた。わ、ハスが浮いてるよ。なんかあるかな。ハリセンボン。飛んで入れて、あんまねえや。でも、これってどこに設置？これでいいのかな？わからんけど。大丈夫か。分からんけど、あれでいいのかな。
まだ時間あるな。キノコ取ってこよう。キノコの子の子元気の子エリンギマイタケブナシメチン。OK。やることないからかな。あ、千本。ハリセンボン持ってけって書いてあるわ。ああ、後で聞こえる。寝るか。やることねえしな、今。おお、結構やっぱ金なるんだよな、ほんと。おたけらキャッチャーやってみるか。いいしか釣れねえような魚いるだろう。入ってこいたの。やっぱ一日で育つのか。あれ一日で育つ。そんな感じか。幸せであるんだったらよろしい。ごめん、取ってこよう。一日で取れんのか。やだな。一日取れるんだったらぶっちゃけ魚とかいらないよな。キノコでも生活できるからな。絶対腐るよな、こんな雨、野ざらしに落ちたら。普通は腐ると思う。釣りしに行くぞ。お宝キャッチャーしてこよう。お宝って何するんだろうな。お宝キャッチャー。あいつらこれが好物なんだ。さあやるぞ。何？え、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 よう。ちょうどお前さんのことを考えてたんだ、坊主。お前さんが見つけたこの虫の肉は最高だな。へへ、思った以上に新鮮だ。まだ動いてやがる。ああ、これは不満を言ってるわけじゃないからな。魚はこれが好物なんだ。はっはっはっは。俺と言っちゃなんだか、お前さんに漁師の秘伝を教えてやろう。昔釣り旅行に行った時に私の父親から教わったんだ。上質な浮きの作り方を覚えました。その浮きには品質のいい魚が寄ってくるんだ。つまりもっと稼げるようになるってことさ、坊主。やったぞ。ええ、マジで何言ってんのって感じ。怖い。え
て綺麗アクチュロイド。やってみようか。だからキャッチャー。本当にお宝釣れるの？ん？本当にお宝釣れたぞ。一発で。お宝は出ないな。出ないぞ。確率上がってるだけであんま出ないのか。確率上がってるけど出ないか。ないの。間違った。宝ないじゃん。ナマコだ。こんなナマコって砂で取れたっけ。あれ砂で取れすぎじゃね。元気だな。リンナガか。宝物取引じゃないですけど、宝とお宝取りに来たんですけど、今日普通の釣りになってるんですけど、これちょっとお宝は、お宝ねえじゃねえかこれ。普通の釣りになってんだけど。普通の釣りですこれ、もはや。騙されてます僕。ちょっと普通の釣りになっ、やっぴやんやん。普通の釣りになってんだけど。ノーマル出てなくね。ね、あれ売ってる？これが一番いいやつだったんだ、魚のやつで。お宝キャッチャーも出ねえな、これ。買っとくか。川の方に行こうぜ。川？こっちへしか釣れないもの釣るために、ここがいい。
釣れたらいいな。だけどね、なんか違うよな。だけじゃん。めっちゃ釣れんな。結構海でしかさ釣ったことないからさ、ぶっちゃけ、まあこういうところは結構ちょっとあるけど、別にそこまでやってないから。え、モーライって、あれこれ削りで釣れる。うん、宝物出たぞ。あ、タイガートラスト、これあれじゃん。てか終わるかも、そろそろ。さすがに逃せなかった。アロサ。なんて。あれ結構、あれ川の魚もう少しで終わりそうじゃね？チバスだ。なんか終わりそうな気がする。オッケー、ありがとう。開けた。全然出ないな。お宝ってあんま出ない、もしかして。結構出ねえ、お宝が。だけじゃん。あ？おお。オクチバス。川判定だよな、多分ね、川判定だと思うから。沼だっけ、あとは。オールアイ、確かオールアイなんだよな。あとはなんだっけ、うなぎとウォールアイとタイガーフィッシュ、違うか。ナマズか。アロサとタイガートラストは取った。あとナマズだけだね。夜釣りでウォールアイ、あとブリームか。ブリームってやつだね。あとは、めっちゃいいこと。ブリーム来てくれ。ナマズ釣れないかな。アロサ、ナマズの方が結構嬉しい。
これすぐ出んの？浮き壊れた気がする。あれだな、色の円盤。さすがにウッキーが壊れたからね。いって開けた。これオッケー。あらさ、ナマズ出ないか。え、ここで合ってんの？ナマズは川で合ってんのか。え、ナマズ川にいる？調味食べ物の宝すげえ。お宝すげえな、お宝。オフルアイ。おー、めっちゃ出るようになったの。ユンターのやつ、ここで取れんのか。やっぱあれか、キャンセルはした方が絶対いいのか。あらさ、ダイヤモンド、ダイヤモンド落ちすぎじゃない？さすがにここ誰落としてんの？ダイヤモンド、そんな落としすぎだろ。それかここなんかクソほど原石落ちてんのか。餌を使い切りましたって。トラスだった。アクス。なになになに、こいつナマズか。ナマズだったら嬉しい、ナマズだったら嬉しい、ナマズだったら嬉しい、ナマズだったら嬉しい。ナマズ来たナマズ来ましたナマズが、これナマズです、これナマズです、これもこれもナマズです。はい、ナマズ来たー。ナマズ、ナマズ、ナマズ来た。あとあれだろうな、家のさ下の方にあるさ池で釣るかな。てかもうここ来ないわ、終わったね。ナマズか？ナマズか？ナマズか、お前。またナマズ来たわ。
なんかナマズ多いな。よし。あ、ブリーム。あ、終わったやん。え、終わったやん。え、え、終わったくね。あれじゃん、よくわかんない。なんか砂漠のどのこのとこ、なんかなんだかかんだかっていう魚だけやん。どこだろうな。起きた、ブリーム。え、なに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 、え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 、バリ簡単やん。え、バリ簡単なんやんすけど。行きますわよ。魚預けに行ってきます。え、マジマジいるよ。わざかの種類。うなぎね。はいはいはい。あと木登り用か。なんかこっちってどこにゲットしたんだっけ。木登り用系を。なんかこっち木登り用って何なんだろう。木登り用がわかんないな。木登り用だけがわかんない。ちょっとどこだ、どこにいるやつ木登り用って。え、だけど大体がハリセンボン以外は洞窟とか、あと女から買ったから木登り用も買うしかないのかな。マジなんだ木登り用って何なんだ。でしょ。2匹。クリーム。ナマズ。だっけ。ボールアイ。アロサ。アロサ。シバス。ナマズ、オッケー。一旦これでいいかな。うろ。でも問題ない。問題ないね。ナマズちょっと。あ。あとは。はい。石。
ダイヤ、ブラックベリー、どうしようかな。これこっち、下さ、あの女ってさ、寝るのかな。あの女の人って寝る？寝ない？寝ないんだったらいいかなと思うけど、閉店してるかな。何時に閉店するかわかんないんだよな。あ、いねえな。これ閉店してるか。わかった。あそこで釣れると思う。洞窟だ。イオケウオも確かね、洞窟だったから、多分洞窟かな。わかんないけど。洞窟行こう。前か。うん。だよな。だよな。あ、蜂蜜の子できてる。えい。赤蜜？わかんないよくわかんないよくわかんないよくわかんない。わかんないけど。これ生産系加工品か。どうしよう。入れとこうか。わかんないし。そう。で、釣りするとしたら、お互い玉に餌が。これだな。だって植物。いなかったーん。たった遅れるとあれだから、もったいないから、秋までだから育てられない。うん、だからあれか、ワンちゃん、ニワトリあれかな、餌全部食い果たしてるかな。食い果たしてると思うな。よし、
しよし。これで全部かな。かわうろ。で、間違ってるけどね、銀じゃなくてノーマルのやつ売ればいいのにね。当たり前に。よし、じゃあ一発か。いな、違う、ここじゃない。40階層、50階層、60階層、60階層だな。ここは何なんだ。あ、釣りにくいやつだ。ん？そうでもないの。あれ？日よけよ。同じなのかな。宝、男女の宝だから。日よけよっぽいな。余計魚か。70階層。ここは？なんかめちゃくちゃここおどろおどろしいけど。釣れんのかな。ゴミしか釣れないかな。いや、ゴミしか釣れなそうかな。はい、ここ釣ったよね、俺。確か、なんかちょっと気になって。ゴミしか釣れなかったっけ。あー、ゴミしか釣れなさそう。ゴミしか釣れないか。ってことはだよ。ってことはだよ。ってことは、ってことはだよ。どう？ここで釣るしかないっぽいな、だったら。一種類じゃないかもしれない。砂こちとかってどこちに入れるのって感じだもんな。違うのしれど、上級王じゃない動きしてる。なにこいつ、やばい。これ
アイスピップ。ちょっとやっぱね、珍しい魚、珍しいって書いてある。え、アイスピップ、いや、アイスピップじゃない、でもアイスピップじゃない。あ、またちょっとレアっぽいの引いたな俺。これなんかさ、そういえばさ、あれなんだよ、あの地下道のやつもそうなんだよな。地下道のやつもさ、あれ確かさ、あのニュータント行為みたいなのつっちゃったからさ、どけよ、違うのかな。ここ砂っぽいから、砂なんちゃらは釣れそう。砂っていうか、ちょっと地面っぽいから、砂なんても釣れそう。要求は何これ、マスターって。あれ、ここ釣れなくなった？要求は先釣れですよね。要求は釣ってたよな、ここで。いや、やっぱ日よけようか。日よけよう以外いないか？これもしかして。だるま起こせ。また違うの引いたぞ。うわ、これ絶対、ちょっと待って、これさ、ちょっと俺思うこと一つだけ言っていい？あのマグマチって多分釣れるぞ、多分。あのね、マグマチってね、絶対一匹いると思う。だって見てよ、これほら、釣れるゾーンでさ、釣れてるやつらね、こいつら。売ってない？魚。あ、売ってないですか？下の女見てくるか、魔女っぽいような女。いや、マジ？チェック踊れてるぞ、このマスター隊とか。一点踊れてる、これが。売れるかな。するか。マジ？砂なんちゃらっていうの釣れなくね？釣れないでしょ。ブラックバス、タイガートラス、大きな卵。
センチ。出るか。宝が気になった。これだけのこと。えい。クチバスか。釣れるか。なんかクチバスしか釣れんけど。大丈夫かここ。あ、やべ、引くの忘れた。これ見せないんだ。なんかめちゃくちゃ釣りでゲットできるな。てかあんまりなんか沼の魚っていない？変えたら変わるとかないもんな。バスしか釣れんやん。なかなかクチバス以外釣れとらんで。ゴミしか釣れんけどな。あれ？ゴミしか釣れんぞ。あれ？あ、マジ？マジですか？行きます。台風。釣れなくなったんだけど。おお、釣れた。夜専用魚来ねえの。夜専用魚釣れんのやけど。あ、8時にいなくなるっぽいな。わかった、8時前に来ればいいってことか。8時前に来ればまあ空いてるよって感じか。
夜の魚ではないな。バスしか釣れんけどな、ほんまに。そんな出ないことある？すごい出ないんだけど。ギリギリ。ああ、今使ってるやつやん。いって釣れんだけど、マジで釣れん。告知バス以外出てくれ。ネプチューンの剣。おもろいけん出たな。ネプチューンの剣？何それ？何それ？動きはちょっと告知バスではないな。告知バスではないぞ。シャイな恋。なにこれ、シャイな恋って。シャイな恋。シャイな恋。なにシャイな恋ってまず。なんだシャイな。シャイな恋ってなんだよ。その前さ。こういう剣か。おもろい剣やな。面白いね。しもうか。それはもういいや。まあ一旦寝るか。はい、寝ます。一も行ったね。もう少し20万なんだけど。ああ、なんかそういえば20万で買えるものあったよな。そうか。剣さ。
なんかどっかなんかさ家とかに飾れるようになっててほしいよな。おもろいよな。こ剣はさ壁に立てかけてるみたいな、あとなんかこう置いてあるみたいなさ、なんか剣を見えるようにね。うわ、ちょっとそういうのもちょっとありでもいいと思うけどな。あってもおもろいけどね、家の中に置けて。あんのかもしんないけど、分からんけど、まあ、あったらおもろいよな。イライラしてる？え？さっきのなかった？分からなかった。しあさってるか。イライラせんといて。あんたら、どけなさい。ニワトリ見えないけど、いや、こうしようか。ワンちゃん払えた時に食えるように。今日は問題ないやろ。うなぎ。待って、下の階層見てきます。下のね。あの、お姉さんのところに。卵持っていくのか、俺。忘れてた。卵持ってたのー。これ欲しいんだよね、これ。これだよね、多分。ちょ、マジでわかんないな。なんでこれいないのかいるのかがわかんない。いないとき、いるときあったんだっけ？
いないときといるときあるんだっけ、忘れてた。千本これ持ってくか一応。千本じゃなくてうなぎのやつ入れたらうなぎのあのよずりのやつは終わるから、あとはなんか砂地声じゃなくてなんだっけ木登り王か、これだけなんだよな。どこかは分かった。木登り魚ってどこでいるんだ、どこにいるの木登り魚なんて。いた？見たことないぞ。てかもう1時か。どうしようかな。今日終わりにしようかな。今日これ終わったら。木登り魚はどこにいるんだ。今日ちょっとこれ終わったらやめます、一旦。待って、いっぱいできるわ。ちょっと待って、セスター、スライムのハッチ、なにこれ、ちょっとおもろそう。なにこれ、スライム20匹買える。餌箱にスライムを満たしておくと、餌箱に水を浸しておくとスライムがスライムボールを作る。なんて、鳥小屋に動物。あー、ヒカキツキだって、アヒルが飼えるようになるだって。おもろ。最初何作ろう、最初これか、さすがに。あったくさを動物屋さんにして、ちょサイロ作ろう、ちょ最初サイロ作ろう。ちょっと待って、ちょっと待って、作るんじゃん、もう作るんじゃん、作るんじゃん。ちょっと待って、なんだっけ石と石、ちょっとなんかもうちょっと待って、作れんのかーい。作れんじゃん。
なんだっけ、石と木と全部持ってくわもう。石と木も100持ってくわ。なんだっけ、どの山だっけ、もう忘れたけど、いいだろ。マジマジマジ作れんじゃん、サイロとか。おいおい、ふざけんなよ。お前作れたんじゃん。作れたんじゃん。自分自分がちゃんと見なかっただけなのにね、こんなに怒るっていう。作れんじゃんっつって、ブックオフなじゃ日本人じゃんみたいなこと言って。どう答えろこれ。粘土が必要だって。粘土忘れてたわ。ちょっと待って、さすがに時間になっちゃう。さすがにあそこ閉店しちゃうよ。粘土。あそこ閉店しちゃうよ。ちょっと待って、なに、は？そんな？だっていっぱい、ちょっと今できること増えた、一瞬で。一気に増えたぞ。一気に増えた。場所を選んでね。どこに立てた方がいいんだろう。ここかな。野菜一番で来れない、増えた、作れるのが増えた。じゃあ、一個作るか。なんだよ、いっぱい今から作れんじゃん。おーおー、いいね、増えていいね。増えたよ、いろいろやれること。ちょっとやれること増えたんだけど。超いいじゃん。やれること増えたって、超増えたって。増えた、やれることが増えた。いいじゃん。今日寝て終わりにしよう。だけどやれること増えるといいね。こうもやれること増えるとマジでいい。
結構あれだ。じゃあ結構いいね。結構いい、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 結構いい。結構いいじゃん。マジ？じゃあ増えて増えて増える増える増える、やれることめちゃくちゃ増えるじゃん。いいね。いいね。いいね。指輪どうしよう。まあ、いらないし。よこ。なるうちはき。いいね、ほんとに。いやー。マジで。進んでるよ。結構俺なんかサイロいつだと作れるんだろうと思ったけど、そういうことか。全然作れるじゃん。あれ今日いないんだよね。作れるじゃん。で、まったくびっくりさせられたものですよ。ウサギの足とかってさ、なんかあ、なんか乗ってたんだけどさ、あれなんだったんだっけ。ウサギってどうやってそんの。ガチめにガチめにウサギってどうやってそんの。取れるの。まずここが問題なんですけど、疑問点この1、ウサギは本当に取れるのか。検証してみよう。あなたが気切ってたけどさ、これか。あんま気ないな。あんま気なくない？見た感じまだ生えてない感じか。なんか生えてた記憶あんだよ、なんかいっぱい。気は惚れてる。グレーな。暗いな。100ぐらいになったね。いけないな。あーどうしよう。もっと取れるはずなんだけどね。やべ、11時になる。11時になるわ。よし、じゃあ寝て終わりにします。いったん今日は。ほいほい。預け。寝ましょう。はい、
よし。では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 。ご視聴いただきありがとうございました。YouTube 動画、Twitter フォロー、コメント、あと高評価。お願いします。ぜひチャンネル登録も押してってくださいね。では次回の動画で会いましょう。またね。